ザランプソフトウェアバンドル A ハイパフォーマンスハイアベイラビリティソリューション 4A ホスタイルエンバイロメントマリアドブはマスクル派生として開発されているオープンソースの関係データベース管理システムであるマリアドブの開発はマスクルのオリジナルコードの作者でマスクル AB の創設者でもあるミカエル・ウィデニウスにより現在オラクルによって所有されている マスクルをフォークして立ち上げられたプロジェクトにより行われている。ハイフライセンスは GNU ゼネラルパブリックライセンスのバージョンに。マリアドブの名はウィデニウスの2番目の娘の名前から取られている。バージョン5.1から5.5までは同じバージョン番号のマスクルの飛翔用版を一部改良した形でリリースしていた。 2013年2月に、マスクルは大規模なリファクタリングを加えた、マスクル5.6の正式版をリリースしたが、マリアドブはマスクル5.5をベースに、マスクル5.6から新機能の選択的な追加と、マリアドブ独自の機能追加を実施するという、方針変更を行い、2014年3月31日に、新たにバージョン番号を10に変更したバージョンをリリースした。 2018年5月にリリースされたバージョン10.3ではオラクルデータベースからの移行を支援するオラクルデータベース互換機能が実装された2018年9月に分散型マスクル互換データベースのクラストリックスをマリアドブコーポレーションが買収した2019年2月26日に優勝顧客向けにマリアドブエンタープライズサーバーを 提供することが発表された。マリアドブは原則としてマスクルとほぼ同じデータベースエンジンに対応している。対応するデータベースエンジンは次の通り。マリアドブは互換性によりマスクルのために設計されたデータベース接続クライアントを利用できる。主な例は以下の通り。マリアドブと互換性のあるクライアントソフトウェアは グラフィカルエンハンスドクライアンツに記載されている。ウィキペディア英語版及びドイツ語版では使用されているデータベースが Facebook 版マスクルからマリアドブへと切り替えられた。またアーチリナックス、フェドラ、オペンスセ、スラ s ク e Slackware、RedHat Enterprise Linux とそのクローンであるセ e n t o s d e ン i a n などの Linux ディストリビューションでマスクルをマリアドブへと置き換えた。 Google はマリアドーブ財団に開発者を派遣し、マスクルからマリアドーブに切り替えられた。ありがとうございます。